薬草。ついに、ついにここまで来たんだね。本当に、来ちゃったんだ。今でもまだ、自分がこの場所にいることが信じられません。それで、この先に、最後のボスが待ち構えているわけね。うん。泣いても笑っても、次の戦いで全てが終わる。私たちなら絶対に勝てるよ。みんなでクリアしよう。この世界も悪くなかったけどよ、向こうに大切なもんを置いてきてるんだ。よし。攻略会議を始めましょう。頑張りましょう。キリト、それではボスの攻略に向かいましょう。パパ、ママ。ゆいちゃん、なんでこんなところに。パパ、ママ、私も連れて行ってください。それはわかっています。でも、おそらく、最後の戦いが終われば、パパやママたちは、現実の世界に戻ると思います。だから、最後は、パパやママと一緒にいたいんです。それに、見ておきたいんです。パパやママたちが、この世界を解放する瞬間を。お願いです、パパ。はい、ありがとうです、パパ。おい、あそこ。あれは？一度倒してますし、大丈夫ですよね。でも、なんかすごい威圧感よ。
前の時とは明らかに違う。まさかパワーアップしている可能性があるってこと？そんな、やっぱ甘い考えだったみたいね。それでも勝つよ、絶対に。そうね、どんな相手だとしても必ず乗り越えてみせるわ。ああ、今度こそ終わらせようぜ。パパ、ママ、必ず勝つって信じています。ありがとう、ゆいちゃんがそう思ってくれているなら私たちは必ず勝てるよ。Yeah!
もうダメだ。ヘトヘトで、立っているのもやっとだぜ。今、第一層の雑魚の指示にだって、勝てる気がしねえ。情けないわね。ここまで来たんだから、最後までシャキッとしなさい。なんてね。私も実のところ、もうぐったりよ。ピナ、お疲れ様。今は私がピナの肩に乗って休みたいかも。私も喜びで誰かに抱きつく気力もないよ。うん、私も男女に数日こもったこともあったけど、ここまで辛くはなかったよ。さすがに疲れたわね。本当だよ。剣道の試合よりも全然きつい。やだ、崩れ始めてるみたい。どこかに避難しないと危険ね。あ、キルト君、あの光の中。あの光の中にいたのってストレアさんだったよね。ホローのストレアだ。パパ、ホローのストレアさんは無事に転送されたようです。ホローのストレアさん笑っていましたね。助けるっていう約束がちゃんと果たせたな。それにパパもちゃんと笑顔でお見送りができていましたよ。そっか、前は散々な顔だったみたいだからな。キリト、ホローの私を助けてくれて。俺だけの力じゃないさ。ストレアもみんなも力を合わせたから助けることができた。私も、もう一人の私も AI なのに、こんなにもみんなから思ってもらえて幸せだね。ホローのストレアも、俺たちにとって大事な仲間だ。それに俺は、どっちのストレアも普通のプレイヤーと変わらないって、そう思っている。私が、プレイヤーと変わらない？前にアスナが俺に言ってくれた言葉があるんだ。ここで目に見えるものは、すべて偽物のデータかもしれない。だけど、自分たちの心は本物だって。どっちのストレアも AI なのかもしれないけど、人を思うその心は、魂は本物だと信じている。私は、キリトもみんなのことも大好き。この気持ちは、プログラムされたものじゃなくて、私自身が積み重ねてきた思いだよ。あ、それこそが本物の心ってことさ。そっか。なんかキリトたちと同じだって言ってもらえて嬉しいな。さあ、最後のボスも倒して、ホローのストレアも救った。あとは現実の世界に帰るだけだ。